今日もいろいろ見て回ったな。でも記事にまとめるのが大変なんだよね。何かイベントか？あ、このイベント多いな。どうもおめでございます。ときめきメモリアル、ガールズサイド、ホース、ハート続きやっていただいた。たま。はいはい。ナナ様、お、定位置じゃんね、そこ。店に煙たがられてない？あ、ナナツマリくん。あ、ごめん、もうええやろ、めんどくせえな。その格好でおるときぐらいええやろ。まあ、ここなら気にしなくても平気だと思うけど、念のため。じゃあ、メガネかけていつも通りの変装しろや。あれでもバレてると思うけど。でもごめんね、おい、多分これ周りの方が気使ってるパターンだからな。多分バレてないと思ってるだろうから、そっとしといてやろうぜのパターンだからね、これ。今日も取材？そう、今日は臨海地区を散策してきたんだ。ああ、あの辺はおしゃれスポットも多いし、ネタだいぶ収穫できたんじゃない？うん、でも取材メモがごちゃごちゃしてきたから綺麗にまとめようかと思って。そんなに大収穫？すげえじゃん。記事読むの楽しみ。うん、頑張る。読んでくれてる？ああ、でもハバチャ買ってたもんね。ああ、この人、俺新人記者さんのファンなんで、マジで期待しまくってるから。ありえないけどね、あの記事の内容でお金取ってるって。フリーペーパーでも許されがたい内容だけどな、あの連載。うー、プレッシャー。でも七つ森くんが読んでくれてるなら、頑張っていい記事書かなきゃ。どうしようかな。もう正直生徒会辞めてもいいんだけどね。もう矢之助くんは安定期入ったと思うんで。安定期って言い方どうなんだって話なんだけど、とりあえず記者活動しとくか。イベントが起こる起こる。マリー。はいはい。みちるさんどうしたの？今度の日曜日。おっと？遊園地に行かない？ダブルデート。チケットをもらったんだけど。ダブルデートってやつですね。これ眠たい時よく噛むから、この人眠たいんだろうなって思っていただけると。みちるさんと私の二人で？うん。他にもお誘いするけれど、メンバーはまだ秘密。隠す必要って何なんだよ。どうかな。理由は？行くともさ。よかった。ランダムなんだよな、多分。今度の日曜日はよろしくね。多分男の子と2人以上仲がいい状態だとダブルEデートが発生すると思うんだけど、これ結構ねロードし直したりしてるうちに出なかったこととかも全然あったから、ランダムなんだよな。ラッキーだね。今度の日曜日か。一体誰が来るんだろう。誰が来るんやろな。りょうとあんのか、ワンちゃん。死んでも一緒に回らないんだよ。文化祭運営を任されます。あ、大切な仕事ですので。そんな季節か。自覚を持って臨んでください。このタイミングでやめたのか。準備期間は来週から2週間。その前にも少しずつできることからさせていただきます。はい、忙しくなりますので体調管理にも気をつけてください。承知いたしました。でも柊くんが、矢之助くんが生徒会長になるところも見てみたさあるな。タマさん頑張りましょう。頑張りましょう。うん、文化祭楽しみです。やめる理由もないから続けるか。イライ君は文化祭が好きなんだね。ええ、文化とお祭りどちらも大好きです。楽しみだね。文化祭を成功させましょう。まあ、きらびやかなものは好きなんだろうね、基本的に。やっぱ演劇とかやってるんだし。よし頑張るぞ。頑張れよ。もな、今日はみちるさんとの約束の日。そろそろ出かけなきゃ。ダブルデートですね。まあ、矢之助は確定でしょう。りょうたの可能性があるんだよな。みのるくんがいいよな。みちるさんはいた。みちるさん、おはよう。おはよう、マリー。今日は思いっきり楽しみましょう。ガールズサイド、フォースハートの両親だよね、この人の服装。普通におしゃれなんだよな。矢之助。ヒライ君、そっか、ヒライ君も呼ばれたんだね。ええ、そうだと思います。そうだと思いますって何？ワンチャンできたのもしかして。あ、やった！どうも。ハッピーだ。ハッピーな一日になりそうだな、おい。え、これ、うわ、なよな。どっちとどうしようかな。え、4人で乳繰り合うのか。あ、七つ森君、今日はよろしくね。はいはい。楽しみましょう。よーし。トキメモガールズサイド過激派のりょうたくんが来なくてよかったよ。全員揃った？それじゃ入りましょう。犯罪者予備軍の匂いしかしないもの、あいつ。今日は男の子もいるし、まずは
定番のジェットコースターにしてみましょう。いやでもジェコス矢之助くんだよな。やっぱ矢野乗るよ。マリーは誰と乗りたい？このさ、ダブルデートをやるたびにガールズサイドのあの1の頃にさ、藤井ちゃんと一生乗った記憶が頭をかすめるんだよな。あんたと？って言われたのがちょっとトラウマになってんだよな。ひらぎくん。わかった。何その風。みちるさんとか。めっちゃ安いやな。わかった。めっちゃ安いやな。あ、一番前だ。これは楽しみです。一番前好きやな。ホームキラキラだもの。一個だけじゃないよね。三つぐらい乗るよね。次はコーヒーカップにしましょう。コーヒーカップはミノルくんと乗る。カラフルで可愛い。マリー、誰と乗る？この人可愛すぎん？普通にこの人攻略したいんだけど。七つ森くん。そう、わかった。これみちるさんが七つ森くんのこと好きとかじゃないよね。そういうのないよね、今回。承知しました。花椿さん、ぐるぐるは好きですか？魔法陣、お先に席へどうぞ。これってどうなんだろうな、好感度って上がんのかな。ダブルデートの好感度の上がり方がわからん。おい、もうちょっと楽しそうにしろよ。どんだけ感情ねえんだよあいつ。これで最後かな。観覧車でゆっくりと過ごしましょう。観覧車か。観覧車ちょっと悩むな。どうペアを組みましょうか。俺になんかもうそっちで決めてくんない？俺なんか心苦しいんだけど、二人とも好感度上げようとしてるからね。七つ森くん。わかった、そうしましょう。不服かい？花椿さんが僕と一緒？そう、行きましょう。なんか心苦しいしさ、もう観覧車ってもう観覧車をこの人と乗りたいっつったらもうそれ本命じゃんね。乗りましょっか。お前もうちょっと楽しそうにしろ。映えを探すな。楽しそうやな。好きなのか観覧車。もうこんな時間？楽しくてあっという間。そろそろ帰りましょう。まあでもユニバとかだったらパンちゃんマジで3つぐらいしかアトラクション乗れなかったりするしな。こういった思考もたまにはいいですね。楽しかった。マジ楽しかったよ。今日はサンキュー。2人とも喜んでくれたみたいでよかったよ。どう？マリーは今日楽しめた？うん、もちろん。それならよかった。また機会があればこうして遊びましょう。みちるさんウブなのによくダブルデートなんてできるね。すっと終わったな。よし、文化祭コマンドやっていくぞ。頑張れ。特に何もないよな。普通にデートとかしたいんだけど、まあ文化祭は文化祭に集中した方がいいか。いいのか？電話しとくか。ちょっと待って、ヒカルに電話しよう。できなかったからね、前。評価、今どんなもんよ。どないなっとんの、今。フルコンプリート状態です。なんでやねん。あ、サッサンは普通。普通なんだ。だって、なんでお前の方がハートでけんだ。もうちょっとこれ、やの、頑張った方がいいのか。心配なさそうだったわ。あ、先生もだけ。私の何が気に入らない？ミノルくん。ミノルくんも頑張った方が良さそうだな。この二人はまあ、ほっといても上がっていくとして。あ、大地くんも結構高いんだな。これがいわゆるパラ萌えってやつか。ありがとう。ちょっと、マリーガーデンどうなってます？マリ。心の庭。なるほど。りょうたは、上がってるけど、入ってこないんだ。ここには。他にもな。うん。一応、各キャラクターの情報聞いとこう。大地くんって見たことないよね、多分。白羽大地、10月14日。あ、やったわ。過ぎたわ。誕生日。175センチ。ああ、俺と一緒だな。62キロ。ほぼ俺と一緒やな、体型。スタリオン石油、羽ヶ崎学園の2年生。関西出身の彼はお姉さん家に居候中。はいはい。185もあんのか、こいつ。たっけ。
一くんでも170あるんだもんな。前もこの下りしたと思うけど、170で十分高い方だからね。170台あったら十分でしょ、男性は。なんかね、168ぐらいの人が一番コンプレックス持ってる気がする、身長に対して。ないよ、大丈夫。いくぞ。どうしようかな。なんかうかうかはしてられないことは分かったから、矢之助くんちょっともうちょっと好感度上げていくか。タマさん。はい。おお。あ、みんなどうしたの？これから学食です。あなたも一緒にどうですか？行く。はい。では行きましょう。仲良しグループっていうのをやってみたいんですよ。なんか矢之助くんの場合は三影先生と祈りくんと好感度が高いと仲良しグループっていうのが結成されるんですよ。祈りくんともデートするか。今日は何を食べよう。俺の今の口は完全にカルボナーラですね。今日はカルボナーラにしようっと。さっきめちゃくちゃでかいクリームパン食ったとこなんですけど、ノーリアクション。いただきます。そういえば、ほんとかよ。なるほど、よくわかりました。もうちょっと内容ある話しようよ。みんな楽しく昼食をとった。なんだこのイベントは。ああ、今日は文化祭当日、生徒会執行部は運営でお忙し。準備急がなきゃ。おう、よりくん、どうかしたの？なんだ、君か。いや、なんかやたらと注目されてる感じする。クラスの出し物サボってるから。それはダメだよ、みんな困ってるんじゃない？はあ、めんどくさいけど罪悪感を感じるのもナンセンスかな。わかった、自分の役目はちゃんと果たす。当日に果たされてもな。うん、それがいいと思う。準備段階から頑張れ。それじゃ、私も後でよりくんのクラスに行ってみようかな。何の出し物やってんだろうな。あのバニーカフェにマジで行きたい。今年も大盛況だな。一般のお客さんよりも去年より多いかも。あのすみません、ポニーの王子様にはどこに行けば会えるんですか？誰だそいつは。なんだポニーの王子様って。え、ポニーの王子様？多分先生のことだろうけど。あったよ、乗馬体験。本当？ごめんなさい、あっちみたい。ポニーってまさか。絶対そうでしょ。あ、見かけ先生、あれ、移動動物園は？調子に乗りすぎてさ、たっぷり氷室教頭に絞られた。なんで事前に話し通さないんだよ。事前に話し通してたらそんなことにはならんだろう。え？学校行事ってだけで浮かれる俺が悪いんだ。もうおとなしく見回りでもしてるよ。あの様子だとすごく怒られたのかな。ちょっとかわいそう。めっちゃ怒られたやろな。どうしたあなたという人は、みたいな。来賓用のお茶とお菓子の準備は大丈夫。あ、が、ご案内用の校内マップが足りなくなりそう。お疲れ様。あ、平井君、まだ来賓の方々はいらっしゃってない？もう何組かはお見えです。応接室で待っていただいてます。ごめんなさい、すぐにお茶とお菓子を持ちしないと。僕も一緒に行きましょう。来賓の方々、とても喜んでましたよ。本当？よかった。お渡しした校内案内マップに来賓の方のお名前とメッセージを記入した心配り、さすがです。喜んでもらえたなら嬉しいな。大成功です、ありがとう。気配りモンスターですから私。やった、大成功だ。キーしか配ってないからね。平井くん、お疲れ様。はい。あなたも生徒の皆さんの楽しそうな顔たくさん見られましたね。うん、私たち少しは役に立ったよね。ええ、そう思ってます。今のあなたの笑顔が何よりの証拠ですよ。やった、大成功。頑張った甲斐があったな。くそ眠たそうな顔しない？大丈夫俺。今年のローズクイーン決まったみたい。来年のローズクイーンは間違いなく私でしょ。実はヒカル見てきたんだよね。マジパーフェクトだったよ。ええ、来年は私たちがエントリーする番。ハンマバキぐらいのステータスだからね私。マリーも一緒にエントリーしよ。私？そんなの無理だよ。無理なことなんてない、今のマリーならいける。ここ今の現状のパラメーターによって言うセリフ変わるんですよね。だよね。
カルも太鼓判をしてあげる。ただこのローズクイーン微妙に難しくて、俺の今回のデータじゃちょっと怪しいかもしれないっていうのがあって、なんでかっていうと、あの全員の好感度というか全員に嫌われてない状態じゃないと確かローズクイーンに選ばれないんですよ。だから一人でも多分爆弾がついてたりとか昇進度が高かったりするとダメなんだよね。頑張ってみようかな。こうして今年の文化祭は幕を下ろした。あ、せいはもうすぐヒーライ君の誕生日だ。あげるに決まっとろうがいや。うん、急いで買いに行かなきゃ。何だっけな、2年目は。プレゼント、何がいいかな。うわ、ちょっと待って。わかんねえ、これ。ちょっと外したくないな。アロマ機能付き加湿、あ、でも喉を大切にしてるんだよな。アロマ機能付き加湿器だと思うな。1リッチで絶対買えないけどね。アロマ機能付き加湿器。大体多分3、4000円ぐらいするでしょ。これでプレゼントは OK。よし、頑張って渡すぞ。渡したことないんだなって思ったけど、そりゃそうだよな。俺クリアしたことないもんね、矢之助。ごめんね、呼び出したりして。大丈夫。何かありました？うん、イライ君、今日誕生日だよね。はい、これ、プレゼント。ありがとう。贈り物はたくさんもらうのに、どういう顔したらいいか忘れました。今、開けても。それ、もらいすぎてるからだよ。もちろん。あ、どうかな。いいです。すごく僕らしいし、あなたらしい。すごく嬉しいな。高校生が人に贈るプレゼントじゃないからね。大切に使わせてもらうよ。どうもありがとう。いいってことよ。大事にしようよ。喉気使ってけ。死ぬんだが。せー、あ、セーフじゃない。デートだ。どうしよう。もうストレス99なんだけど。もうあとなんか人に肩ぶつかられたぐらいで死ぬでしょ。そいつボコボコにしちゃうよ、ぶつかってきたやつ。おいこらーっつって今俺でぶつかったやろが。誰とデートだっけ、誰とデートだっけ。ちょっと待って待って待って、誰とデート、誰とデート、みのる、あ、みのるか。ナナ様だね。ウルトラビビットでいいんだよな。でもさすがにこの服装は寒いと思うから、これでいいかな。オッケー。死んでまう。七つまりくん、遅いな。おお。遅れたような。あれ、何気に初めてか。うん、少しだけね。ああ、そっか。あんまりデートしてないのか。そら好感度低いわな。悪い。あんだけイベント起こってたから、なんかデートいっぱいしたような錯覚を覚えてたわ。うん？体が体型とかあまり意識してない。いいカラーコーデ。目が覚めるね。いや、入れてみました。そんなことしなくたってあんたに自然に馴染んでる。こっちまで気分が上がるし。なんか普通にイケメンだな。俺あのもう一個のデータの方ではメガネナナ様とデートしてるんだけど、やっぱこっちの方がそりゃそうだな、イケメンだわな。やった、ナナ様に君すごく喜んでくれた。ウィンドウショッピングってよりブラブラ散歩だな。じゃあゆっくり見て回ろう。何、ま、背は高い方だな。185は相当高いでしょ。これちょっと合わせてみ。この言い方はね、あの買っちゃおうかなです。ほら、いい、合う合う、可愛いじゃん。やったね、バッチリ好印象。何、好き。ま、いいけどさ、悪くなかった、正直大満足。ん？こういう言い方されるんだけど、あんまり不快じゃないんだよな。はしゃいで疲れた。そんじゃ。冷た。明日から期末テストだ。頑張ろう。頑張るよ。おお、死ぬんだけど俺、ストレスで。このテストの最中に倒れるでしょ。まあ1位だよね。余裕で。これでまたみんなの好感度が結構上がると思うんだよな。誰が来る？ヤノン、ヤノン、ヤノン。おい、いいね。学年1位のあなたに家庭教師をお願いしたい。ふふ、スパルタでよければ。望むところですよ。手取り足取り、穴から穴へ。それはさておき。おめでとう。僕には到底たどり着けそうにないから、本当に尊敬します。あ、正直勉強してる暇なんてないだろうしな。普段、あなたの凄さは優しさのせいで隠れているけど、こういう時は隠しようもないね。頑張ってよかった。モンスターですから、羽ばたきしが生んだ。
あ、いのりくん、今日もこれから海？忙しいぜ。ああ、うん。そうだ、君も来なよ。え、うん。いろんな男から声かけられちゃう。うん。おめでとう。え？期末テスト。まさか連続で1位になるとは思わなかった。いや、今後も1位ですよ。ふ、やったよ。どんだけ頑張ってステータス下げても多分1位取り続けるからな。調子に乗らないこと。気を抜いてつまずいても知らないから。今回のことで君に勝とうと奮い立ったやつたくさんいると思うし。無理。そうだね、頑張らないと。じゃあ次また1位を取ったらご褒美あげる。何ご褒美って体？え、ご褒美？うん、僕のできる範囲内であれば何でもいいよ。今何でもって、今何でもって、本当に？じゃあしてもらおうかな。え、そんなことでいいわけ？そんなこと経験豊富なんだね、氷室くん。うん、ふーん、分かった。よし、頑張ろうっと。君のやる気って随分安上がり。でもまあ頑張って、応援してる。現地取ったからね。次1位取ったらピーしてね。ピー休もう、さすがに死んでまう。いや待てよ、出かけよう。ちょっとね、あの振り袖買いたい、振り袖を買いたいんです。あ、買える買える。どれにしようかな。どれもめちゃくちゃ派手だな。これでも色合い的にはこれが好きなんだよな。青、アクアブルー、これでいいか。よし、あ、ま、2個も買わねえよ、さすがに死ぬわ。うん、完璧と言ってもいい。本当に？本当、しっかり流行を抑えている。コラムを見てくれてるのかな。めちゃくちゃ見てますよ。流行ということはもしかしてこれのことかな。どれだろう、番組か。私たち姉妹のコラムにも書いてあるよ。さすがマリー、これからもこまめにコラ…はい、いい？上がったでしょ。マリー、おしゃれのコツをつかめてきたかな。やった、この調子で頑張るぞ。よしよし、じゃあさすがに休もう。死んでまう、これ以上は死んでしまう。休みます。あ、なんだマリー。はい。あ、ミチルさん、ヒカルさん、心のお庭に花壇を作ったんだね。何の話です？花壇？マリーのお気に入りのお花を集めたのかな。 あれか、仲良しグループのことかな、もしかして。ついに来たか。おお、なんだこれ。見えるの、ちょっと異色だけど調和の取れたトレビアンな3色のバラ。お前らが絡んでるとこ見たことないけどな、同時に絡んでるとこ。いやいや、祈りくん嫌そうじゃない？ちょっと先生、距離近いよ。それはマリーが育ててきた気持ち、きっとマリーを大切にしてくれる。三色の蝶は私の気持ち。でも気をつけて。来たね来たね。バラはとってもデリケート。取り合え私を。そうそう、奪い合え。ここからが大事だよ。偏って愛情を注いだり、逆にほったらかしにしてたら花壇の調和は崩れちゃうかも。まだ狙ってるやついるからね。もちろん一色だけを大事にするのも悪いことじゃないけれど、花壇を作ったからにはバランスも大事。じゃあこっからミノルを好感度上げつつ、サッサイックンも好感度上げなきゃいけないんだよね。あいつ正直、風間はね正直勝手に好感度上がっていくんで。花壇の様子が気になったらヒカルに聞いてね。めっちゃ聞く。マリーガーデンで教えてあげる。短縮のバラの花壇が私の中に、様子を見たければヒカルさんに電話で聞けばいいみたいなのを聞いてた。今言ったまんまのことだよ。休め休め。よし、今日は昼休みのうちに生徒会のお仕事片付けちゃおうと。休んでるはずなんだけどな。なに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 、廊下は彩流の。あれ、祈りくん何してるの？今月のポスターなんですが、祈りくんに意見をもらおうと思って。ああ、仲良しグループになったな、すっかり。廊下は彩流のように、こういう仲良しの時でしか起こらないイベントっていうのが起こるようになるんだよね、グループを組んでると。いかがでしょう。言いたいことはわかりますが、標語としてはダメです。祈りくんの意見は遠慮がないからなんだかイヤイヤするな。個人の感性に訴えるのではなく、誰にも間違いなく伝わる方がいいですね。なるほど、もっと簡潔な表現ですね。
僕もアイデアだし手伝いますよ。ふう、心配はいらないみたい。二人の間では普通のやりとりなんだ。いい関係だな。タマさん、予定ですよ。はーい。うん、あともう少しだから先に行って。施錠はしておくから。頑張り屋ですね。ではお先に。施錠ぐらいは私がしますよ。矢之助先輩もそうだけど、君もやりすぎるところあるからほどほどに。ふふ、はーい。先生は？やっぱ先生は違うのかな。よし、片付けて私も教室に。あ、さっきのポスターだ。結局標語は何になったんだろう。廊下は走るな、だって。シンプルでいいかも。誰にでも伝わるからね。あんなん気使って走らなくなるやつっていいのかな。おー、みんなでどうしたの。あのさ、次の日曜って空いてる？4人で遊ぶんですか。矢之助先輩と小次郎先生と小次郎公園通りに行くけど、君も来る？どういうデートだよお前ら。私が行かなかったらどうすんの。3人で行くの。いや行くけど。よかった、楽しみです。え、これ3人の好感度上がんのかな。じゃあ公園入り口に待ち合わせね。うん、くれぐれも忘れないで。じゃあ。先生が空気になってる。面白くなってきたな。みんなでお出かけか。楽しみだな。いやーこれ他のキャラクターの好感度上げんの大変になってきたな。マリー。はいはい。みちるさん、ひかるさん、何？明日お休みだしさ。ああ、いいよいいよ。そう、気になる男の子はいるの？全員っていうのはできないのかな。全員私の男なんですけど。いるよ。正直でいい子ね。え、誰だか教えてくれる？全員ときめきに持っていくっていうのは不可能なのかな。一応柊くんなんだけど、まあ柊くんかな。柊くんかな。矢之助さん、マリーに興味津々みたいね。なんで私は矢之助さんって呼んでないのに、あなたは矢之助さんって呼ぶの？そうかな。トド、まだお友達かな。彼は大人びてるけど無垢な部分もあるから、恋に発展するのは時間がかかるかも。あ、結構あれなのかな、好き状態になるまで時間かかるタイプの人なのかな。でもさ、劇団以外を知らない矢之助さんだからこそ、好奇心満載のマリーがぴったりじゃない。彼さ、背負うものが多いってことが自分の当たり前だと思ってるし、でもそれって違うと思うんだよね。マリー、あなたの率直な言葉をぶつけてみたら、彼にはいい刺激になると思う。デリケートだけど、ヒライ君とはいろいろな体験をしたらいいのかな。はあ、マリーの恋バナもバッチリ聞けたし大満足。おやすみ。デートか。3人でデートか。どんな服着てったらいいんだろう。多分シックでいいのかな。緑、バングルだけつけていっといて、これ、あれ、これ脱いでもろって、これ着て、で、こう、これかな？で、これにして、アクセサリー次第でなんか、ドゥン、ドゥン、ドゥーンみたいになるんじゃないかな。ダメでしたね。行くぞ。いや楽しみだな。俺はこれは初体験ですね。ちょっと早く着いちゃったかな。あれ、みんなもう来てる。みんな早いね。思った通り、君が最後。なんか圧がすごい。画面の圧がすごい。祈りくんが正解でしたね。メインゲストは最後に登場ってことだな。ほら行こうぜ。何、昼飯の賭けでもしてたの。はい。今日のあなたはとても洗練されていますね。ああ、やっぱ一人しか反応しないのか。いつもより少し大人っぽく見えて、油断すると気遅れしてしまうから。よかった、この格好すごく喜んでくれたみたい。みんなそれぞれ好み違うもんね。祈りくん、どこか気になっている店でも？ただのリサーチです。でもみんな興味あると思います。元彼今彼だからね。今女子の間で何が流行ってるのか、
プレゼントに欲しいものとはとか。そりゃ知っておいて損はないな。はい、直接本人に聞いた方が安心ですし、ね、何なんだよこの少女漫画みたいな展開。え、私の意見でいいの？もちろん、女子は君しかいない。花壇かよ。いらっしゃいませ。なかなかだな。マジ？ここ来たの？パステルショップでしょこれ。このショップとかキュート系が流行ってるみたいです。ハードル高い。矢之助の顔。ええ、男性客を拒んでますね。いやさすがに入る勇気ないな。メンズとか絶対置いてないもんねこの店。むしろこの店、こういう店でメンズ置いてあることってあんのかな。特に小次郎先生はお一人では来ない方が良いかと。そらそうだろ、来ねえよ。言われなくても来ねえよ。どうしてですか？来ねえだろ。その感性なんでわかんないんだよ。わからない。じゃあ矢之助先輩こちらへ。あ、なんだ、着せるのか。 おい、どうしたんだよ。小次郎先生はそのままで。なんだよ、見かけ先生の個性とお店の雰囲気がぶつかり合って。そこまで言ってやるなや。違和感を通り越して少し怖いですよ。そんなに変かよ。そんなことないです先生。現実、私の現実の方で救急車来ました。ほら、笑ってんじゃねえか。写真撮っておきました。えぐいことするな。おい祈り。あ、見せてください。お前ら拡散すんなよ。おお、掲示板に貼るわ。学校のお店に迷惑だから外に出ましょうか。ああすまん。冷やかしもいいところだからね。失礼しました。男3人連れて女1人で来てさ、何も買わずに写真だけ撮って出るんだよ。すみません、えぐいことしてるよ。うーん、やっぱりお買い物は女の子同士が1人で来た方がいいかも。あー楽しかった。はい、祈りくんが誘ってくれたおかげです。そうだな祈り、また頼むな。わかりました。普段はこういう役引き受けないんですけどね。それじゃあまた学校で。またこうしてみんなでお出かけしたいな。あ、ヒラリ君からメッセージだ。花椿さんたちのご自宅でパーティーをしたそうですね。あなたの寝巻き姿の絵を描いて説明してくれました。だって。え、二人ともどんな絵を描いたの？寝巻き姿の絵だよ。全裸の絵を描いたわけじゃないんだから。